つ。こいつ周辺から来たみたいだぜ。金もたんまり持ってそうだ。君たちは強盗ってやつかい？ちげえ、知らねえのか。ギャーリーを歩くには通行料がいるんだ。おら、さっさと金出せ。金がねえなら体で払ってくれてもいいけどな。よく見りゃなかなかの美人だしよ。まったく。で、いくら欲しいんだい？2000だ。2000って。タインはアインソフィエル？たったの2000。情けない。そこはせめて2万にすべきだ。どういうつもりだ？君たちはたかり方というものを全く分かってない。その自覚もないようだね。いいかい、人が金をよこせと言われて素直に渡すのは当然だが、生殺与奪を握られた時だ。本気でたかるならそのことを相手に強く意識させるべきだ。僕がやるならまず君たちを目隠しして逆さずりにして並べる。その上でこめかみに拳銃を当て、ロシアンルーレットをしようか。仲間や身内が命乞いする声もたっぷり聞かせてやるのが良さそうだ。想像してごらん。生き死に全て他人に委ねた極限状態で、目が見えないまま銃のシリンダーが回る音を聞いて、硬くて冷たい銃口を押し当てられている。どうだい、怖いだろう。銃が本物かどうかとか、仲間の声は偽物じゃないかとか、そんなのどうでもいい。重要なのは恐怖による支配。逆らえない状況を作ってこそたかりは最大の成果を得られる。なんだ急に。何者だよお前。見ての通りただの周辺人と言いたいところだけど、30万以上もするフォトンレールに乗って暗黒街にやってきた。何者かと問われたら君たちの格好のかもと答えられそうだ。だが気をつけてくれよ。ひ弱そうな若い女が一人護衛もなしで暗黒街をうろついて今の今まで平気でいる。そのわけは少し考えればわかるだろう。バックにいるのは何者だ？さて誰だろうね。でも君今怖いと思っただろう。これが恐怖による支配だ。この程度もできず、度胸も相手を見極める目もない。君ギャングに向いてないね。もしかしてその自覚はあるのかな。だから同じ境遇の人間を集めて安心したいだけということか。不幸なのは自分だけじゃないと思いたいと。本当に愚かしい。安心したければ勝手にするといい。まあそうやって弱そうな相手にたかるようなことをし続けてたらいつかひどい目に遭うことになるだろうけど。で、長々とどうでもいい話をしてしまったけど、君たちまだ僕から通行料を取り立てる覚悟はあるかい？どうせハッタリだ。二度と生意気な口聞けねえようにひでえ目に遭わせてやれ。
戦闘ならいつでもできる。この程度の敵、波数のようなものだ。このくらい平気。勝利が確定した。元気の力思い知れ。どうだ、元気展開、滅んでしまえ。マジでやんのか。よそ者にでけえ面されちゃ黙ってられねえだろうが。虚勢を張っちゃって僕たちは弱いですと自分で言ってるようなものじゃないか。君本当に仲間を巻き込むのかい。面倒だ、責任者を出してくれ。一番偉いやつはどいつだい。てめえ俺を無視すんのか。そこまでだ。俺の指示なく勝手に暴れやがって。頭にクソでも詰まってんのか。勝手に暴れんじゃねえ、この早漏野郎ども。でもよ、このクソ、あんまこいつ誰がやれっつったんだ。てめえの早漏で俺の面汚す気か。ゾロ悪かった、お前と争う気はねえ。いいよ、僕も気にしてはいないからね。それにここがそういうとこだってことも分かってる。ま、そっちの君は謝る相手が違うんじゃないかとも思うけどね。すまねえ、この通りだ。どうか仲間は見逃してやってくれ。いや、そこまでしなくていいよ。気にしてないと言ったろ。これじゃ弱い者いじめしてるみたいじゃないか。はあ、それはいいから、一つ教えてほしいことがある。郊外に特別の場所があったりしないかい。何かを作ってる場所だと思うんだが。何もないけど、製薬会社の工場が見える位置ね。元気、周囲の空間構造を解析して。隠匿してるつもりだろうけど、こんなんじゃ輪力にだってすぐに見破られちゃうだろうね。
合成された空間のような。これがマハプラーナ。これがブラフマーのオリジンとしての権能か。こんな目立つところを使うとは、リスベインのいいカモになってしまうじゃないか。やっぱりな、まったく。ディスベインの仕業なのか。まさか人身売買。から逃げ越したら情けねえ。期待して損したぜ。